ためらう。はい、罪へ行き。こんにちは、大西です。今日も三千語マスターを元気よくやっていきましょう。今日も中学校の文法を使って覚えてほしいなと思う単語を散りばめてあります。一緒に文法を確認しながら最後音読練習までやっていきましょう。 OK, number one、 遠慮なく電話してくださいね。はい、遠慮する、ためらう、躊躇するっていうね、 hesitate という動詞を使ってみましょう。はい、でこれは相手に動作を促してますよね。遠慮なく電話してくださいね、つまり遠慮しないでくださいねという動作を促してるから否定の命令で言いますね。 Don't hesitate。 はい、ためらわないでくださいねと。はい、これこれすることにっていうことで不定詞を持ってこれます。 To call me。 はい、こんな感じですね。確認します。Hesitate が覚えてほしい動詞です。はい。ためらう、躊躇するっていう動詞ですね。はい。to do で、何々することを躊躇するっていうふうに持ってこれるんですね。to 不定詞。ここは不定詞なので、to プラス動詞の原型ですね。必ず原型ですよ。ここはね、元の形ということです。はい。call 人。で、人に電話するなので、私に電話することをためらわないでとなりますね。はい。hesitate to do で、何々することをためらうになります。はい、命令文の否定は don't と頭に置きますね。 OK, number two、 おいしい食べ物にお金を使うのをためらわない、まあ、結構私そうですね。もうおいしいなら払っちゃうみたいなね。はい、ではいきます。はい、ためらわないから I don't hesitate。 はい、私ためらいませんと。はい、何することを to spend、 お金を使うですね。To spend、 たくさんのお金を、 much money。 で、何々に、何にお金を使うかっていうとき on で持ってくるんですね。 on、 おいしい食べ物、 great food。 はい、こんな感じですね。はい、では確認します。 I が主語、 hesitate が動詞、はい、to 不定詞ですね。はい、to spend much money on great food、 一応ここが目的語、先ほどと一緒ですね。hesitate to 動詞の原型で、何々することをためらう、 don't だからためらわないって言ってるんですね。はい、そしてその目的物の中身が spend、 はい、これも動詞ですね。はい、 spend の対象物が much money ですね。ここが spend の、 much money が spend の目的語になってるわけですね。はい、 spend money on 何々で、何々にお金を使うということになるんですね。はい、 great は、美味しいということで、 good より上な感じですね。 great food、美味しい食べ物にたくさんのお金を使うことをためらわないっていうことですね。 OK, number three、 サービスにがっかりした。今度は disappointed を使ってみましょう。はい、 I was disappointed with the service。 はい、こんな感じですね。はい、何かどこかにサービスを受けてね、あ、なんかがっかりだったわみたいな感じですね。はい、この disappointed っていうのは、disappoint がこれ他動詞で、ここまでがですね、 t までががっかりさせる、何かをがっかりさせるっていう他動詞なんですね。なので ed がついて受け身形の形容詞、がっかりさせられた状態という形容詞になります。なので私はがっかりさせられた状態でした、がっかりしましたってことになるわけですね。はい、 with the service は飾りですね、そのサービスにおいてっていうことになりますね。 OK, number four、 何も後悔していません。後悔するという動詞 regret を使ってみましょう。何もしてないので I regretNothing。 はい、こんな風に言いますね。はい、確認します。 I が主語、 regret が動詞ですね。はい、 nothing が目的語ですね。はい、私は後悔してる、何もないものを後悔してるから後悔してないんですねということになりますね。はい、まあいいと思います。はい、反省あっても後悔はなしということで。はい、 OK, number five、 A さんと B さんの会話ですね。予約なしでディナー行けるかな、まあ、どこかご飯食べようとしてて、その行きたいお店があるんですね。予約なしでディナー行けるかな、まあ、そのなんかお店ですね。すると B さんが、いや無理だと思う、金曜日だもんみたいな感じですね、まあ、人気のお店なんでしょうね。はい、じゃあ A さんが Can we have dinner? はい、ディナー食べれるかなと、予約なしで Without reservation。
と聞きましたと。すると B さんがいやー無理っぽいって感じですね。そういう時に doubt を使いますね。 I doubt it. I doubt it. It's Friday. 金曜の夜は予約がいるようなとこなわけですね。 It's Friday. はい、こんな感じになりますね。解説します。はい、 can はできるという助動詞ですね。 we が主語、 have が動詞、 dinner が目的語ですね。はい、私たち have する持つよ dinner を、だからディナー食べるということですね、ができるかなと。はい、助動詞の質問は助動詞を前に出すだけだから、 can we have で私たち持てますか、ディナーを持てますか。 without reservation、 reservation が予約、 without は何々なしでという前置ですね。はい、with っていうのが同伴イメージなので伴っているので、それが out、外に伴うからも伴わないんですね、要はね。はい、予約なしでディナー食べれますかと、食べれるかな。すると、I doubt it。はい、I が主語、doubt が動詞、it が目的語なんですが、この doubt っていう動詞は疑うっていう意味なんですね。はい、なのでそれを疑うってことは、いや無理だと思うってことになるわけですね。はい、この doubt は B 読まないので doubt となりますね。まあ、つながって doubt it、doubt it となりますね。はい、では最後に10回ずつ音読して口慣らししていきましょう。 No.1 遠慮なく電話してくださいね。 Don't hesitate to call me。Don't hesitate to call me. Don't 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 hesitate to call me.Don't hesitate to call me. Don't hesitate to call me. Number two. 美味しい食べ物にお金を使うのをためらわない。 I don't hesitate to spend much money on great food. I don't hesitate to spend much money on great food.I don't hesitate to spend much money on great food. I don't hesitate to spend much money on great food. I don't hesitate to spend much money on great food. I don't hesitate to spend much money on great food.I don't hesitate to spend much money on great food. I don't hesitate to spend much money on great food. I don't hesitate to spend much money on great food. Number three. サービスにがっかりした。 I was disappointed with the service.I was disappointed with the service. I 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 was disappointed with the service.I was disappointed with the service. I was disappointed with the service. I was disappointed with the service. Number four. 何も後悔していません。 I regret nothing. I regret nothing. I regret nothing.I regret nothing. I 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 regret nothing. Number five. 予約なしでディナー行けるかな？無理だと思う。金曜日だもん。Can we have dinner without reservation?
I doubt it. It's Friday. Can we have dinner without reservation? I doubt it. It's Friday. Can we have dinner without reservation? I doubt it. It's Friday. Can we have dinner without reservation? I doubt it. It's Friday. Can we have dinner without reservation? I doubt it. It's Friday. Can we have dinner without reservation? I doubt it. It's Friday. Can we have dinner without reservation? I doubt it. It's Friday. Can we have dinner without reservation? I doubt it. It's Friday. Can we have dinner without reservation? I doubt it. It's Friday. Can we have dinner without reservation? I doubt it. It's Friday. Okay. 今日もあなたの口が育っております。 Thank you for watching. See you next time. Bye.